いらっしゃいませ。1分からやろうと思います。これ青いのは何だっけ？ほうれん草じゃないような何だったかな？ちょっとこの緑色のところは味よく覚えてないです。いらっしゃいませ。そう、サイバーなんちゃらです。サイバーどういう意味で使ってるかっていうのは一応意図があって使ってますんで。もともとはカッコつけて言ってたかもしれないけどよく覚えてなくて、今の解釈は電子機器依存って意味です。電源切れたら走れないサイクリストです。ネオともう一枠だけこの枠で終わります。そう、緑はキウイですって、これのことか。あー、えらいボケてるな。これ縮小したにしてもボケすぎてるな。ピント合ってないですねこれ。あ、じゃあ1分になったんでスタートします。いらっしゃいませ。アスパラの緑とはちょっと違うような気がしますけど。あ、キウイはなんか、なんて言うんでしたっけ、こういうの。こう、斜めにこう切って、こう切って、真ん中にこうスパッとやったら、こう切れるやつですね。手前にピント、こっちかな。でもちょっと甘い気がしますね。サイバー量、それはあれはサイバーだっけ。ほうれん草かもしれないです。なんかほうれん草の味はあんまりしなかったと思うんですけどね。飾り切り、そうですね。ニラ。そうそう、互い違いに。パンは結局3個食べたんですけど、この後実はハンガーノックっぽい感じになっちゃって、もうちょっと食っときゃよかったです。あ、で、2日目の地図が、こちらです。前日は福島駅から登ってきて、で、残りを登った感じですね。このユースホステルから、てっぺんまでがだいたい標高差が800メートルぐらい。で、時間がこれは、4時間半かかってますね。800メートル差で4時間半って。昔はそれの倍ぐらいの速さで私は登ってたもんですけどね、峠は。で、そうだ、ユースホステルではですね、一人旅の人たちと3人、同じロッジになった3、4人の人たちと話していて、で、それとは別に、さっき言った大学の OB の人たちのグループがいましたね。で、何話したんだったかな。大体天気の話か、どこ走ってきたかの話かしてましたね。車の人とバイクの人ばっかりで、自転車の人はいなかったです。そう、本当に山の中です。グラフ見るだけで。実はこの前日登ってくる道が傾斜的には一番きつかったんですけどね。で、この日は朝からちゃんと晴れてました。いろいろ言ってるからだけじゃない気がするんですよ。明らかにスピードが落ちてる。そう、木漏れ日が。バイク免許は持ってないです。原付は乗れますけど、20年ぐらいペーパードライバーなんで。急降下するから、あ、そうなんですか。やっぱご飯の方がいいのかな。そう、超ペーパーです。で、この写真はですね、300円のオーディオデバイスが壊れた、まあ、夜撮った写真なんですけど、朝、壊れてることが発覚しまして、この、マイク端子と、イヤホン端子かな、が、このハンダ付け両方取れちゃったんですよね。延長ケーブルのプラグがなんか若干太かったのか、この押し込むときに外れてしまって、そう。だからもう、今3個まとめて発注してます。で、常に予備持ち歩いて、こういうことが起きても大丈夫なようにしようと思って。あと、ちなみにこれですね、買った時からもうテープでぐるぐる巻きしてないと簡単にパカッと割れます。特に外配信みたいな使い方だと。なので、配信的にはこの後、ウェブカメラのマイクで風ボーボー言わしながら走りましたね。ラジコンのハンダ付け、私もハンダ付けちょっとやったことあるんですけどね。何回、どのぐらい使ったかな。100回はやってると思いますね。ミニ羊羹。そう、今回補給食持ってかなかったのは失敗でした。大体どんな店でもあるだろうと思って、観光道路だから。といってもやっぱ山の中だから、てっぺんとかに行かないとないですね。そう、ハンダゴテ。ああ、そうそう、放送の時に言ってたの、それです。玄関が不思議ですよね。いらっしゃいませ。で、登り始めて、自転車の人がこの日は
この日は晴れていたので、自転車の人が結構多かったです。というか、大体前泊、高い温泉で途中止まってまで登るという人あんまりいないんですよね。普通は一気に登ると思います。福島駅の方から。大体話をした人は福島駅に、の周辺に車を置いて登ってきてるって言ってましたね。楽天で、私はアマゾンで買いました。で、途中、福島方面見下ろしたのがこれです。これが忍山ですね。だから多分この辺りに福島駅があるはず。で、これが福島盆地の全景です。これが、こっち方面で一番眺めが良かったところかな。ん？路面が濡れてましたっけ？濡れてますね。雨上がりってほどではなかったはずなんですけどね。でも朝方まで降ってたのかな。こんばんは。タレパンダの、そうだろうか。で、確か私が登った高い展望台はこっちの方ですね。途中ちょっと山道でした。ザ盆地。ん？山の向こうが福市。福市とは？会津盆地は、こっちから見てどっち側だろう。右後ろ側ですかね。写真的に言って。関東は、台風ですね。で、途中レストハウスってとこがあったから行ってみたけど、自販機とかあるわけじゃないんですね。本当に休憩するとこでした。レストする場所でした。霊山ですね。霊山確かどっかで見えてたはずです。で、これが不動沢の、橋の手前の方から見た。この橋の上から見るよりこの方がインパクトありますよね。で、自転車の人も結構通ってたはずだけど、映ってますね。こんな感じ。パノラマ撮影。ちょっと視野的に狭いんですけどね。パノラマ撮影するには。そう。で、有毒ガス地帯突破しましたよ、もちろん。こういうのって、北海道の三国峠ってとこの南側の方にもこういうとこありますね。で、この橋の上から撮った写真が、振り返って撮った写真がこれです。さっき橋の方を撮ってたのはこの辺りからですね。で、こっちがさっきのなんだっけ、不動沢っていう、ちょっと縦長すぎて見づらいんですけど、この辺りから紅葉してました。そう。で、ちょっと滝があるんですよね。こんな感じです。こっから先、しばらくが一番今回の旅行で紅葉が綺麗なとこでしたね。名刺の写真に、これか、細長い写真やりづらいんですけどね。こっちは名刺の写真にしてもいいかもしれない。霊山と菅川の宇都峰はいいところ。そう、霊山は前、山開きの時に、ユースに来てた関係者の人から勧められたんですけどね。登りませんかって。いや、ちょっと自転車旅行中なのでって断っちゃいましたけど。写真撮るの、枚数撮ってればどれか。で、こっちからずーっと登ってきて、振り返って撮った写真がこれです。今回の紅葉ではこれが一番綺麗かな。まあちょっと再度上がってますけどね、カメラの設定で。紅葉マニアってほどではないんですけど、まあせっかくなので今の時期3連休だし、これを見に行ってきました。草津白根山とどっこいどっこいかな。ガス臭いところは同じでしたね。で、これ拡大するとですね、渋滞してるのがわかります。まだ渋滞まで行ってないか、この辺りは。車がめちゃくちゃ多いんですよ。この通り。この後も、もっとそれらしい写真が出てきますけどね。そう、サイド詐欺。まあでも記憶にあるのはこんな感じですから、頭の中では。自転車豪雪ってこの辺りに。そう、ちょうど今紅葉シーズンで、しかも3連休で、車が一番多い時期だったんですね。で、途中から硫黄ガス地帯になって、標高的にはまだ森林限界じゃないんですけど、木が生えてないです。で、ここから先はこんな景色が広がりますね。で、横すり抜けられないんですよ、車の渋滞で。だから登るのにかなりこれでも、自分の足が遅い以上に時間かかってます。紅葉に。
あ、そうそう、細かく撮れてるのはデジカメの性能ですね。そう、結論から言うとですね、綺麗だったけど、今の時期自転車で行くとこじゃないですね。動画だともっとよくわかると思います。この後アップ、いずれアップしますけど。で、あの辺りが大体、浄土平っていうピークに近いとこなんですけど、これです。あ、あんまり詰まってないな。こんな感じ。です。で、道がですね、路肩というか、白線の横がほとんどないし、舗装が切れた横のところが落ち込んだ砂利とかになってるんで、しかも風がめちゃくちゃ強かったんですよ、この日は。なので、車を避けて進もうとすると横に落ち込みそうになって風に吹かれて落ちそうになったりしてっていうのを繰り返してました。だから本当に風に吹かれて足をつくっていうのを何度もやってましたね。で、停車しないでくださいって書いてあるけど、まあ渋滞だからどうしようもないですね。自転車歩行者、そうですね。これ車が渋滞したらもうどうしようもないです。ピレネー、ジュースナギ。じわじわ登るのは、ああ、そうですね。こういうところは確かにフラットペダルの方が走りやすいと思います。こういう渋滞で止まらなきゃいけない時ですね。ヤビツの何倍？標高的には倍はないんですけど、きつさ的には倍ぐらいきつかったですね。今回の登りは。バスで、ああ、でもバスも同じ渋滞に引っかかりますよね。で、ちょうど昼ぐらいにようやく浄土平に到着です。まあ、ほぼピークに近いあたりですね。渋滞で窓開けると。私はそれで、外で空気吸ってましたけどね。山岳ステージゴミのよう。渋滞して息苦しく。車の人もですね、やっと着いたとか言ってましたからね、レストハウスで、隣のおばちゃんが。でも、車が、これどうだろう、駐車場待ちの渋滞だったのかな、あれは。これ後で上から撮った写真もあるので。自転車勝ち組じゃないんですよ。自転車も抜けられないぐらい詰まってるんです。で、レストハウスから向こうが、吾妻小富士っていう、火口を覗き込むことができる山があって、まあ、ちょっとそちらは後回しにして、昼ご飯食べに行きました。さっきハンガーノックっていうのをちらっと言ったんですけど、後半きつかったんですよ。腹が減って、力が出なくなって。そんなに運動量ないはずなのになんか、燃料切れてしまいました、途中で。喉痛く、喉が痛くなる。もんですかね、硫黄って。臭いことは臭かったんですけどね。で、食べたのが山菜うどんと、ミニソースカツ丼のセット1050円です。標高1600メートルぐらいで、これで1050円っていうのはかなり良心的なんじゃないですかね。本当に普通のレストランの値段でした。で、あー、コメントが早いの、食べ物来ると すいません、コメントちょっと全部対応できなかったです、今。で、めちゃくちゃ美味しかったですね。腹が減ってたんで。梅酢につけた。この辺りですかね。そう、ソースカツの小さいやつ。あと、こんだけ車が来てるから、レストランとかもものすごい待ち時間になってるんじゃないかなと思ったら、昼直前だったせ、昼なったばっかりだったせいか、あんまり並ばなくて、5分ぐらいですぐ座れました。でもその後、食べ終わって出ていくと、結構並び始めてましたけどね。みんな食べ物用意してきてたんですかね。8000はするね。しないと思う。ガスマスク。あ、そばだ。そうだ、そばだ。山菜そばですね。うどんじゃないです。そばです。そうです。なんでわかるんですか？ 確かうどんとそば両方あったはずですね、ここは。ネックゲイター。ああ、口の周りを覆うってことですかね。直接空気を吸うんじゃなくて。全部の申し訳ないです。カツ丼。富士そばってどこだっけ？完食します。そうですね。で、ここで売店で黒糖を買ったりしました。補給食として。で、さっきのこの道をずっと登っていったところが、この景色です。吾妻小富士の火口です。で、これ一周道路あるんですけど、だいたい1時間弱ぐらいかかるらしいです。で、上に行ったら風が強くて飛ばされそうだったんで、とてもじゃないけど歩けないと思って、ここまで来てすぐ引き返しました。いや、下には確か降りられないはずです、ここは。
で、写真拡大するとですね、人がいるんですよね。こんな風強いのに、河口一周道路歩いてました。結構危ないと思うんですけど。で、ちなみにこの写真はパノラマにした後、段差がありますね、ここ。つなぎ目が。これ縮小してないでっかい写真なんで、それ、今ぐらいまで拡大できますね。南小国。実は阿蘇も今回考えたんですけどね、飛行機チケットまでと、予約したんですけど、こっちの方に来ました。で、これがレストハウスの方を、振り返って撮った写真です。完全にいっぱいじゃないな、まだ駐車場余裕ありますね、多少は。まあでもこんなに車がいっぱい来てました。次は会津に行くと、今回会津の方行ってないんですよね。噴煙が大きく、アリ地獄。うん、ゴミのようだとかアリのようだとか言いたくなりますよね。ん？急坂で怖いところはどれかな？混んでます。関東ナンバー、いや、どうだろう。見えないな。で、浄土平から少し先に行ったところに、最高地点があって、すごくわかりやすく書いてあります。自転車的にはかなりありがたいですね。火山活動が、そんな連動するもんですかね。そう、ずっと下りです。で、向こうに下り始めると、地図的に言うと、さっきのスカイラインがこうで、浄土平がここ。で、下り始めると、向こうの方に、この磐梯山と、秋元湖かな、見えてるのは。いや、磐梯山の左に見えてるから、あれ？どれだ？猪苗代湖が見えてるのかな、これは。多分、あれ、猪苗代湖だと思います。これが磐梯山。ずっと下り、春日山、両方から、そうですね、どっちから登った方が楽なのかな。うん、自転車。いや、標高差そんな、常識外れな高さじゃないんですけど、今回疲れたな。そう、絶景でございます。猪苗代湖ですかね。うん、ちょうど逆光になってて、山岳ステージ。で、この後は、レイクラインっていうとこ行きました。これも初めて行ったとこです。このレイクラインっていうのが、ここのところがスカイラインで、で、ここら辺り土湯峠があって、で、ここから先がレイクラインですね。この秋元湖と小野川湖と、あと向こうに、桧原湖を見ながら走ります。九州本土の最高峰って、屋久島が一番高いんでしたっけ？九州は。違ったっけ？下りの方が。そうでしたね。だったかな。で、レイクラインに入ったら、ちょっと入って、少しだけ登って下るところがあって、そこのピークに、お店があったんで、山ぶどう液っていう、100円でこの、ショットグラスですか？これ。ショットグラス一杯で冷たく冷やしてあるやつを飲みました。これがなんかやたらうまかったです。まあ、100円でほんと一口なんですけど、山ぶどう液です。酸味が強くてむちゃくちゃうまかったです、この時は。体調もあったのかな？よく自転車で。車があんないなければいいとこだと思いますよ。ちょっとシーズン外せば。で、スカイラインであんだけ車の渋滞に巻き込まれてたんで、このレイクラインってところがめちゃくちゃ落ち着いたいい道に感じられました。アップダウンもそんなにひどくないし。そう、山ぶどう液。ジュースとかじゃなくて液です。で、途中は秋元湖の、秋元湖をかすめて、ちょっとわかりづらいんですけど、風がかなり強かったんで、波が立ってました。ちょっと表面が白い波でいっぱいになってました。旬の飲み物、そうか、時期的にそうか、今のあたりなんですかね。10月後半は、紅葉が降りてくる時期ですかね。そう、ポリフェノール多分、何個分でしょうか。無料通行はですね、正式に無料通行になってます。この後確か写真が、これ。確か震災の後ここはずっと、一時的に無料って扱いになっていて、
さっきのあのスカイラインもそうですね。で、今年の7月25日から正式に無料化したんだそうです。まあだから今回来てから無料ってんじゃなくて、震災後はずっと無料らしいんですけどね。まあ正式に無料化したらしいです。あとこれなんて言ったっけ？確かこれは、シャクちゃんとかじゃなかったっけ？なんかその名前だったような気がする。反対側から登った方が、あ、そうですかね。そっち側だと今度はあの、後のルートに繋げるのが難しくて。で、これと、あの、レイクラインの途中にある、レストハウス、なんて言ったっけ、中津川渓谷レストハウスかな。ここはあの、あったかいお茶とかも、あったかいお茶とか無料で飲めてかなりいい感じのとこでした。で、ここであの、玉こんにゃく100円いただきまして、ちょうどあの、出来上がった時だったんで、これがあの、からしじゃなくてですね、マスタードがついてくるんですよ。で、からしよりマスタードで食った方が私だいぶ美味しいと思いました。玉こんって大体あの、からしなんですけど、マスタードだとあの、味が違うんで、っていうかマスタードって味がついたからしって感じですよね。あの、すごくうまかったです。山ぶどうスカッシュ。山ぶどうっていうのは結構ジュースとかでもありますよね。ん？ご愛好、クリオネ。ん？クリオネ今どれだ？あ、これか。そう、玉こんにゃく。そうですね、醤油味ですね。からしとマスタード味違いますよね。今回あの、ちょうど翌日にもあの、玉こん食ったんですけどね、マスタードで食った方がうまいなと思いました。てか、マスタードがうまい。あの、からしとマスタード味違いますよ、やっぱり。私もあんまり意識してなかったんですけどね。で、この後ちょっと登って、で、峰っぽいとこ入れて、標高1000弱ですね。洋枯らしは、あ、ですよね。うん、私も今まで同じようなもんかなと思ってたんですけど、あの、1日開けて食べてみたら全然違いましたね。そう、あの、和枯らしほんと辛いです。マスタード、あの、玉子マスタードで食うっていうのは他のとこもやったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。うまいですよ。そう、で、これがあの、そのレイクラインのピークのあたりの、なんだっけ、秋元湖と小野川湖と桧原湖が全部見えるっていうとこなんですけど、後で見たら写真全然うまく撮れてなくて、とりあえずなんとか撮れてた、これが小野川湖です。もう16時半ぐらいで、日暮れまで30分ちょいの時ですね。マスタードは風味が、うん、あれ味付けってあるんですかね。あー、粒もうまいですね。ソーセージと一緒に。そう、あの、夕暮れになっちゃってます。で、途中、涼風峠ってかっこいい名前の峠。峠って言っても下っていく途中にあったんですけどね。多分直行する登山道かなんかがあるのかな。で、目で見たらもっと綺麗だったんですけど、写真撮ったらいまいちですね。夕日が沈むぐらいの完全逆光の湖面でございます。そう、日が落ちかけで、お、いらっしゃいませ。そう、涼風峠。でもちょっと寒くなってきてましたね、この時間には。で、この後、この浦磐梯っていう、五色沼か、この辺りは。五色沼っていう、かなり宿とか店も多いとこなんですけど、まで出てきて、で、ちょっと移動して、これがあの、3日目の朝にも見た毘沙門沼ですね。あの、これのすぐ近くにユースホステルがあります。この辺の湖は、磐梯山の、あの、磐梯山の裏側が吹っ飛んだやつですかね、浦磐梯が。夕日。で、前来た時にこんなのなかったんですけど、毘沙門沼に、毘沙門沼なのかな？毘沙門沼で合ってるのか。あの、こういうのが今、いるらしいです。私は今回見れませんでした。釣り人は、どうだろう？釣りはここやっていいのかな？釣りやってる人いなかったと思います。そう、あの、これとか。まあでも、こういうので人呼ぶっていうのは、まあ、定番ですよね。
コンビニ看板も、そうそうそう、翌日の写真にそういうのが出てきます。この後、あ、この後ってもう今日は終わりだ。ロマンスがあった、そうなんだ。以前も振り返りで、あー、昔の写真でやったかもしれないですね。配信しながら、配信してた時期じゃなくて昔の写真振り返った時かもしれないですね。ハート綺麗すぎ。あ、こっちのことですか。まあデフォルメで。で、こちらが裏バンダユースホステル。確か11年ぶりかな ?10 年ぶりかな。昔来た時はあのゴールデンウィークで、あの春先に来ました。で、今回秋に来ました。外人さんは今回見てないですね、裏番台では。観光客だと中国系っぽい人たちいたかな、いたかもしれない。釣りが有名なのは、あ、そうそう、ボートとか出てますよね。ボートで、ボートでいいんだっけ、手漕ぎのやつ。スモール、あー、なるほど。雰囲気。まあ、ここは由緒正しい感じのユースホステルです。一部屋あたり、二段ベッドが2個ですね。お誕生日過ぎた。何のことか分かりません。あ、出勤できないんだから。どうなんですかね。あ、結構綺麗ですよ。あとこれ。これはなんか宿的にあんまり、いい宣伝にはならないかもしれないんだけど。宮ヶ瀬とかも秋とか、ものすごい、カメムシとかテントムシが出る時期ありますよね。で、カメムシが入ってきたら、これを使って、で、ちゃんと挟み込んで逃げないようにしてから捨ててくださいって書いてあります。この日も一匹ぐらい見たかな。で、裏番台ユースホステル、前来た時にも夕食美味しかったんですけど、今回さらにグレード上がってる感じでした。そう、ガムテ、紙テープですかね。で、これうまかったんですよ。前日の夕食もなかなか良かったんですけど、ここのもすごいですね。で、こっちは豚肉で、このキャベツとか、あと、キャベツとか、あとこれが伊達鶏の手羽先、で、地元の大根とか人参とか、いろいろ地元の食材が使ってあるらしいです。で、ここのユース、これで、4700円だったかな、ユース会員で。会員じゃなかったらプラス1000円か600円ぐらいは上がるとは思うんですけど、そう、前来た時も美味しかったんですけど、今回もさらにすごいと思いました。あ、ちなみに前来た時に熊肉が入ったって言って、夕食とは別料金じゃなくて完全にサービスで熊汁いただいたりしましたけどね。そう、ここもすごいですよ。で、あとの写真はこの日はこれだけかな。この日はですね、あんまり他の人と喋らずにかなり早く寝てしまいましたね。あ、ちなみにストーブも出てます。で、この写真何かっていうと、天気予報が始まるとみんなテレビの前に集まるっていう写真です。旅行者はみんなこうなるんですよね。宿舎多いからそんな会話しなかったんですよね、この日は、なぜか。割となんかどこのユースが美味しいみたいな話だけになってて、途中でなんか私は寝ちゃいましたね。クマはですね、ちょっとクジラっぽかったような記憶があります。そう、年齢層は確かに高かったです、この日は特に。時間半端です、あと1分か。じゃあ次の日の、今日だと10度、昼間10度いかない、ないような予報だったと思うんですけど、15度まで行くんだったかな。3日目が一番気持ちよかったです、走ってて。で、これが朝のビシャモン沼と、向こう側に見えてるのが裏バンダイですね、バンダイ山ですね。で、五色沼っていうのはこの時間によってこの湖の色が、すいません、色が違って見えるから五色沼なんだそうです。じゃあということで、まあ明日あと一枠分ぐらいですかね。明日もう一枠やって終わりぐらいになると思います。じゃあありがとうございました。台風には皆さんお気をつけください。明日会社行けるのかな。じゃあおやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。